金がない、誰か金をくれ、おい誰か金を。いいかゲソがうめえ。ついに来たぜ、ゾンビランドサガリベンジコラボよみがえれスパークリングソウルガチャということで、今回はこのパスパレコラボのガチャをね、用意させたは5万2300個ありますので、割とガチでね、はい、今回の新規メンバー3人をぶち抜いていこうと思います。まずはこちら 97% ひなちゃんが当たる優勝限定のガチャを引いていこうと思います。スタート。さあ肝心の10連目何が来てくれるのか。ここでもし、まあ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 虹が来てもよかったですけど、まずひなちゃんというところですよね。まあこれ確定ですから、もうなんかなんていうかね、最近もうコラボっていうともう絶対このガチャが出てくるから、まあとりあえず星さんを確保できるなっていう安心感ね。ワンチャンそこでまあ星音が来ればまあそこでラッキーみたいな感じがあるんですけども、まあ今回はクールタイプということでね、そしてあやちゃんが 115%、 まあこれでクーパレがとんでもないことになりましたけども、さあやはりクーパレはもちろんですけども、今回のコラボ限定メンバーはもう全員揃えないといけない、そういうね覚悟でやってます。さあカノン先輩が来た後に誰が来るのか。もちろんひなちゃん、私も手加減なしの全力でやっちゃうよ。もちろん私も今回は手加減なしの全力スターでやっちゃいます。伝説の生徒会長氷川ひなということでね、はい、まずはひなちゃん、さあ来るか。このロードはいいロードだぞ。さあどうなるのか。来た、黄色だった。さあ僕はね、まあ今回は何度でも蘇ろうとは思ってますけどね、天井行ってでも全員分確保するぞという、そういう気概で、はい、何度でも私はあのゾンビになっても蘇るという、はい、まあ、ここで富山かすみちゃん来たら面白いなと思いますけど、さあこのまま、あー来たよ、あー来たよ、あー来たよ。よし、この仕事絶対にやりきりましょう。佐藤、佐藤先輩、このガチャ絶対引き切ろうな。まずよしよしよし、いや一番欲しかった、なんなら千里先輩がやっぱりプロ意識ゾンビが一番欲しかった。いやこれあるぞ。さあどうなるのか。いいですよ、もう、私も一応黄色でも諦めておりません。丸山屋のスキル目と一緒、ネバーネバーギブアップ、そう決して黄色でも諦めない。さあ来てくれるのか、頼む丸山屋。よし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 、リミリン、ゾンビにならないでね。まあちょっとフラグ回収はあったけど、それでももしかするとここであやちゃんが出てきてくれるかもしれない。わからんね、もう今回は正直黄色俺は信じてません。さあ来てくれ、確定枠に頼む、あやちゃん。リミリンは本当にユリ先輩のこと好きなんだね。山吹サーヤに罪はなし。あと丸山あやちゃんだけだからね、正直あとはあやちゃんだけ。天井まで行くつもりではあるんですが、行かないならそれで越したことはないからね。おそらくみんなが思い描いてるとものとはちょっと違うかもしれないけど、それでも俺いいよ、もうあの低評価だろうがなんだろうがもう。さあ来い、頼む、確定枠にひなちゃん。私も手加減なしの全力でやっちゃうよ。いい兆候だ、ここでしょ。いやもうこれはおかしいもん、このロードは、このロードはもう新規のロードがただの俺の回線が弱いだけか、どっちか頼む。虹だ、虹だ、よし。あれ新規ここだー。わかった、これから借金する。飛び出してこい丸山や。星型のキャンディって作ってもらえるのかな。そこはゾンビやろ、オチとしてはゾンビやろ。まあ何のロードかわからなかったですけど、はい、まだまだわかりませんよ。大丈夫。さあ来い、あやちゃん、そのまま、そのままっていうのはおかしいけど、あやちゃん、はい。バンドをしたいって思った時のあの気持ちだ。忘れちまった。まあ再び輝いてくれることを信じて80連目。マシロちゃんがこのガチャに虹を輝かせることはできるのか。ありがとうマシロちゃん、愛してる。マシロハンタってやつはどんだけ憎いやつなんだ。これは来るでしょう、ここで丸山だろう。さあもう丸山関連のキャラクターしか出てない、いいよいいよ、さあ来い、いいぞ丸山あやちゃん。
頼む。こっから。ああ、草田先輩。さすがひなちゃんね。ちょっと待って、これあれだな。私はあなたにはなれないわ。これいや、クールタイプだけど、せめてピックアップしてくれんか。さあ、90連目か。いや、もうそろそろだな。そろそろでしょ。よし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 、ここですよ。このビッグウェーブ乗るしかないね、この波に。さあ、いいよ。ツインテール来てるね。そのままツインテール、そのままツインテール。佐藤先輩呼ぶのいい。もう佐藤先輩と言ったら丸山彩ちゃん。さあ、モカちゃんと言ったら丸山彩ちゃん。さあや、ポッピンパーティーと言ったら絶対星だもん。なんでこう割と初期目のメンバーが来るかな。佐藤先輩、私もお手伝いしましょうか。ちょっと控えめに言ってお願いしてもいいですか。さあ、100連目。まだでも100連でもいい。全然いい。心に余裕があるし、なんならもう虹が止まらねえ。止まらねえからよ。あー、カノン先輩か。あ、あ、やった。私が勇気をあげるから。やった、これあれだ、三将のカノン先輩だ。死ぬほど欲しかった。もう丸山彩ちゃんは出なくてもね。もうもう少しだけ手を貸してほしいの。佐藤先輩、それはどういうことですか。もう少しスターを使えってことですか。俺の財布が真っ白になるんだけど。いや、でもカノン先輩来た、めちゃめちゃ嬉しい。さあ、まだ一応スターはあと110連分残ってるから、まだ丸山彩ちゃんが出る可能性は残ってるし、なんなら今星音がすごい、ここに来てもうようやく今までの爆死が報われたなっていう感じがする。いや、あまりないかもしれないが、ボーカル。突然だが、この麗しいお姫様をさらわせてもらうよ。まあ、これで俺のスターがさらわれたということですね。誰がうまいこと言えやって言うてね。さあ、120連目ですよ。冗談抜きでね、もうこの120連目で当てちゃいましょう。丸山彩ちゃん、丸山来てくれ。そのまま丸山彩ちゃん。やっぱり彩さんは頑張り屋の彩さんですね。いるにはいるけどさ、これ飛ばしてもいいかもしれないけど、あやちゃん、そい、そい、そのまま、そい。誰ですか、こんな時にドアを叩くなんて。まあ、ちょっと俺も戦慄はしてるよ。あーや、106、140連で来るか、この140連目の奇跡、丸山彩ちゃん。さあ、来てくれるのか。佐藤先輩、この仕事絶対にやりきりましょう。このガチャ絶対引き切ろう。いや、このまま佐藤先輩が来た後に丸山という怪しさという非常にエモい展開が待ってるんじゃないか、これ。ひょっとして、さあ来い。いいよ、そのまま彩ちゃんでしょ、怪しさでしょ。さあ来い、俺は分かってる。あやった、あやった、あやった。あー、終わりじゃない、何度でも復活してみせる。ユダさん、ありがとう。次回のサークルはパスパレーデスメタルライブに出演する白鷺久と、なぜかドラマで特攻隊長役になる。次回も絶対見てくださいね。